サーマンリー・マンソンは、アメリカ合衆国オハイオ州、アクロン出身のプロ野球選手、宇藤右ミギ1970年代にニューヨークヤンキースで活躍した保守。首相を務めたが、現役選手だった1979年に飛行機事故で亡くなった。マンソンのロッカー。現、ヤンキーススタジアム内のヤンキースミュージアムにて保管されている。 ケント州立大学では、後のサイヤング賞投手、スティーブ・ストーンとバッテリーを組む。1968年のドラフト会議で、ニューヨーク・ヤンキースから一巡目に指名され、入団。翌1969年に早くもメジャーに昇格し、8月9日に初出場を果たす。1970年に本格デビューし、132試合に出場して打率。 302の活躍でアリーグ新人王に選ばれた。当時のヤンキースはかつての黄金時代の看板選手だったミッキー・マントルラが相次いで引退、またチームも低迷期に入っていたため、看板選手が不在だったヤンキースにおいてマンソンはマントルラの後継者として期待されるようになる。1971年には初のオールスター出場を果たし、 1973年には初のゴールドグラブ賞を受賞し、この後3年連続で受賞。オールスターは死の前年まで6年連続で出場を果たした。1976年には打率。302、17本塁打、105打点、14盗塁の活躍でアリーグ MVP に選ばれる。この年チームは久々にワールドシリーズに進出。 マンソン自身は打率、529を記録したが、チームはビッグレッドマシンと言われ、当時前世を誇ったシンシナティレッズに敗れた。持ち前のリーダーシップで、ヤンキースではルー・ゲーリッグ以来のキャプテンに任命され、ジョージ・スタイン・ブレナーがフリーエージェントで買い集めてきたブロンクス動物園とも言われた個性豊かなチームを統率した。しかしながら、 マンソン自身が、マスコミ嫌いで、ロッカールームに取材しに来た記者に対して、うせろと言い放つほどであったため、FA 移籍してきた手法でマスコミ受けが良かった、レジー・ジャクソンとはついに最後まで不仲であった。加えて、当時の監督は、武闘派として鳴らしていたビリー・マーチンであったが、キャプテンの立場からマーチンとはあわや殴り合い寸前の、口論を演じたこともあった。しかし、 マーチンとの関係はむしろ良好で、その気概をマーチンも買っていたとも言われる。チームは1977年1978年に、いずれもロサンゼルスドジャースを破り、2年連続ワールドチャンピオンに輝いた。この3年間、マンソンはリーグチャンピオンシップシリーズでは通算、339ワールドシリーズでは、 373の高打率をマーク。1978年の最終戦では、9回に、死から、ドジャースの論へのフライをキャッチ。翌1979年も、7年連続のオールスター出場こそ逃したものも、開幕から97試合に出場して打率、288と活躍していた。 同年8月2日にマンソンは、オフのため、オハイオ州の自宅に帰った。そこでマンソンは所有する、自家用セスナ機を操縦していたが、飛行中に機に接触し、機体は墜落、炎上した。同乗していた二人は救助されたが、機体から出られなかったマンソンは死亡した。32歳没。当初は墜落炎上による消死と思われたが、 後の検視で炎上した際に起きた発煙をマンソンが吸い込んだためにその時点で死亡したというその夜のヤンキースタジアムではボルチモアオリオールズとの試合前に先発メンバー全員がキャッチャーボックスの前に立って帰らぬキャプテンに敬意を表する8月6日にマンソンが住んでいたオハイオ州カントンで行われた葬儀にはヤンキースの全選手が参列 マンソンの親友、ルーピネラとボビー・マーサーが長字を読んだ。その夜の試合で、マーサーは7回にラ乱本塁打。3から4のビハインドで迎えた9回裏には逆転の、さよなら2点タイムリーアンダーを放ち、一人で、前後得点を叩き出し、マンソンに捧げた。しかし、同年のヤンキースはこれで、終戦ムードとなってしまい、後年、ピネラは、 この1979年シーズンのヤンキースをマンソンの死で終わってしまったと10回している。マンソンの背番号15。ニューヨークヤンキースの永久欠番に1979年指定。その死とともにヤンキースはマンソンの背番号15を永久欠番に指定した。死後もヤンキースクラブハウスにてマンソンのロッカーは当時のまま保管され、現在は新。 ヤンキースタジアム内のヤンキースミュージアムにて保管されている。もし現役が後後5、6年ほど長ければ、殿堂入りは確実だったであろうと言われており、現在もベテランズ委員会の殿堂入り選考にマンソンの名前が上がるほどである。ありがとうございます。